はい、どうも石原です。今回の動画では 6.7 インチの iPhone 12 のクリアケースのサイズ比較をもっとしてほしいというねご要望があったので、 iPhone SE や iPhone SE 初代、まあ本やゲーム機などまあいろいろと改めてサクッと比較していきたいと思います。そして iPhone 12 Pro シリーズに超豪華モデルの受注予約受付が開始されたという朗報に加えて、 iPhone 12 シリーズの発売に関する最新の情報が入りましたので、詳しく解説していきたいと思います。ぜひ最後まで動画の方ご視聴ください。そしてこのチャンネルでは最新の iPhone や Apple 製品などのテック系の情報やガジェットレビューなどの動画をアップしていますので、ぜひチャンネル登録していただいて定期的な情報収集にお使いください。またノートというプラットフォームで僕のテック&ガジェットのレビュー記事やコラム、そして YouTube の戦略とか、まあ、収益の公開なんかもしていますので、概要欄のリンクからぜひ遊びに来てください。はい、では本題です。6.7 インチ iPhone 12 Pro Max のケースをいろいろなものと比較してみたいと思います。先日ですね、こちらの動画で 5.4 インチの iPhone 12 のクリアケースと 6.7 インチの iPhone 12 Pro Max のクリアケースをサイズとかね、カメラ部分などの比較レビューを行いました。しかし、僕のお目当てである 5.4 インチの iPhone 12 のケースのサイズ感ばかりをご利用しする形で、6.7 インチの iPhone 12 Pro Max のクリアケースをめちゃくちゃちょっとないがしろにしてしまいまして、もう少し 6.7 インチ目線のレビュー動画、レビュー動画というか比較を見たかったというコメントがあったので、改めてですけども、サクッと 6.7 インチの iPhone 12 Pro Max のクリアケースのサイズ感をお見せしたいと思います。はい、ではまずこちらが 6.7 インチの iPhone 12 Pro Max のクリアケースになります。で、近くにちょっとあるもの、手元にちょっとあるもので、比較していきたいと思います。まずは iPhone SE と比較します。そして SE 初代であり、iPhone 5がこんな感じ。6.7 インチの iPhone 12 Pro Max はケースをつける方は特にですが、これめちゃくちゃでかいです。僕の顔のサイズと比較するとこんな感じになりますけど、さらにはですね、僕が愛用しているような薄い財布一重ホールドとはこんな感じです。こんな感じ。そしてさらにモバイルバッテリー、ここにあります。モバイルバッテリー、これ大容量のモバイルバッテリーですね。過去の動画でもレビューしてます。これよりはもちろんちょっとというかちっちゃいですね。こんな感じです。はい、そして Kindle Paper White いってみましょう。Kindle Paper White。ここですね。高さはほぼ Kindle Paper White ぐらいですかね。高さはKindle Paper White よりもちょっと低いかな。こんな感じです。さらにはですね、最近2回目となりますね。これ1回読んでもう1回読んでるんですけど、この山口周さんの世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのかという本と比較します。これ皆さん面白いのでぜひ読んでください。これ2回目僕読み直してます。こんな感じです。はい、こんな感じですね。で、ニーズの、はい、カードケース、ニーズのカードケースです、こちら。こんな感じです。こんな感じですね。iPhone XS ですね。XS。5.8 インチのものですね。こんな感じ。ですね。はい。そして、5.4 インチの iPhone 12のケースです。こうなってます。これね。はい。はい、そして最後に、こちら最近買いました人生攻略ロードマップという本ですね。こんな感じです。こんな感じ。はい、ということで、これらのアイテムが気になる方はぜひ概要欄よりチェックしてください。
はい、ということで 6.7 インチの iPhone 12 Pro Max はあのクリアケース自体と本体の大きさにはもちろん少し大きさは違いますが、ケースを装着して使う方にとってはほぼこのサイズ感になると思います。そう考えるとこれめちゃくちゃでかい感じがしますね。もうスマートフォンじゃない感じがちょっとします。まあもちろんそれだけ動画視聴やまあインスタとかの写真なんかもね、迫力満点で楽しむことができるので、あの大画面を切望していた iPhone ユーザーにとっては待望の超大型フルディスプレイを搭載する iPhone になるので期待していいと思います。はい、そして続きまして iPhone 12 Pro の18金&ダイヤ仕上げモデルが予約開始という話題です。まだ発売されてはいませんが、 iPhone 12 Pro シリーズについてなんと18金ダイヤモンド仕上げのモデルの受注受付が始まったようです。その18金ダイヤモンド仕上げ iPhone 12 Pro がこちらです。18金でコーティングされて8個のダイヤモンドを埋め込んだバージョンのモデルだということです。このモデルを発売するのはあの過去にも 500g の18金と137個のダイヤモンドでできた1000万円超えの iPhone 12 Pro を発売するなど大胆な販売戦略を行ってきた会社です。前回の iPhone 11 Pro のダイヤモンドは137個だったので、 iPhone 12 Pro シリーズのダイヤモンド8個入りというとかなり消極的になっているように感じますが、値段の方はこうなっております。ストレージ容量の 128GB、256GB、512GB によって値段が変わってきます。はい、では 128GB モデルの iPhone 12 Pro が247万円、そして 256GB モデルが256万円、そして 512GB、 もういいかな。僕自身 5.4 インチの iPhone 12を狙っているとはいえ、ダイヤモンド8個入りの iPhone 12 Pro と、まあ、どちらを買うべきか、これね、かなり悩んでいるところです。はい、続きまして 6.1 インチの iPhone 12 シリーズが先行発売かという話題になります。先日 Apple の CFO であるルカ・マエストリ氏が Apple の第3数週間遅れていると言及したことで、 iPhone 12 シリーズの10月発売により信憑性が増しました。そして現時点で一番有力な発売時期だと予測することができます。そんな中、さらに iPhone 12 シリーズに関しての発売リーク情報に進展がありました。海外メディアであるデジタイムズの報道によりますと、なんと10月発売ということを踏まえた上で Apple は 6.1 インチモデルの iPhone 12 Max と iPhone 12 Pro の2機種を先行して発売して、その後に iPhone 史上初登場となるディスプレイサイズのモデルであります 5.4 インチの iPhone 12 と 6.7 インチの iPhone 12 Pro Max を、まあ、遅れて発売するとしています。以前までのリークでは 5.4 インチの iPhone 12 と 6.1 インチの iPhone 12 Max のエントリーモデルが先に発売されて、その後に iPhone 12 Pro、 そして 6.7 インチの iPhone 12 Pro Max のいわゆるハイエンドモデルが発売されるとしていました。しかしエントリーモデルとハイエンドモデルと、まあ、分かりやすく分けて発売されるのではなくって、同じディスプレイサイズのものを先に発売して、新しいディスプレイサイズの iPhone 12が後に発売されるとなっているようです。ここで皆さん思い出してほしいのが、約1ヶ月前ぐらいにこのチャンネルの動画で紹介したリークの中で、ディスプレイパネルの生産は 6.1 インチモデルから先に生産が開始されているとお伝えしました。つまりまさしくその生産開始が早かった 6.1 インチの iPhone 12 Max と iPhone 12 Pro から発売が開始されるということは、これ明らかに情報通りと言っても良いスケジュールとなっていることがわかります。6.1 インチモデルの iPhone 12を購入予定の方、
とりあえず現段階では最初に発売されるモデルとなるようです。はい、そして今回ご紹介した内容は僕が運営するガジェットブログにも文章で詳しく解説していますので、概要欄もしくはこちらからチェックしてください。はい、ということで今後もこのチャンネルは最新の iPhone 12の情報やアップルに関してのリーク情報、さらにはガジェットレビューやおすすめのサービスなんかもご紹介していきますので、ぜひチェックしてみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい、ではまた次回の動画で。